ハロー YouTube。 今日は、愛知産業大学交友会の協力というかに呼ばれましてですね、オンライン原山祭学祭に来ております。学祭にご招待されて、はい、でこれからまた番組にも呼ばれるんですけども、こんな感じですよねっていうのをちょっと、はい、我々の今回のチャンネルでは裏側というか、このオンライン原山祭に出てた方々をですね、その呼んでスタジオの前の教室で待って待ち伏せして、そこで引っ張ってくるような感じで動画を上げたいと思っています。2020年10月31日、はい、土曜日でございます、はい、ハロウィンですね、スーパームーンでございます、はい、ということでちょっと現場の様子を映したいと思います。はい、プロのスタッフの方々も、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっとここはね、演者さんですね。はい。頑張ってます。満点です。ありがとうございます。大学生が若い。肌なんですけれども、はい、これからその学生チームのプロ仕様ですね。ございます。控室でございます。こんな方々に、こんな方々に支えられて原山祭は間もなく、すごい VJ さんがいらっしゃいますよ。間もなくこの人のおかげで VJ さん、 VJ というのは、 VJ というのはですね、はい、ビジュアルジョッキーと申しまして、はいはい、もともとはまあ DJ さんディスクジョッキーって言って、はい、まあ、音をミックスする方なんですけど、ビジュアルジョッキーっていうのは映像をミックスする方で、イベント現場で映像演出を一手に担う係と思います。プロですね。なるほど。で、コロナ禍でイベントが全部なくなって、今何をしてるかって、イベントの代わりに配信をやってると。そしたら大当たりして今、配信バブルで寝る暇もなく配信です。すごい。そうなんです。昨日もこの寝袋にここで寝てましたなるほど。そのひげは、はい、初めはなかったここに来るまではなかった。そうです。最近はもうひげ剃る暇があったら寝たい。寝て今ここで寝たい。寝ながらやってる。ちなみに今日この原山祭が終われば一旦寝れる。ここで寝ます。違う、もう明日があるの。明日はパルコのクラブクワトロっていう、はいはいはい、あそこでジャズの配信で、このコロナ禍でも逆境で、ね、ピンチはピンチをチャンスに。そう、ピンチはチャンス。いや、ピンチはチャンスにどころか、あ、いいです、あ、ごめんなさい、何、ピンチがバブルになっちゃったよ。ピンチがバブルすごいね。ピンチがバブルになっちゃった。名言出ました。ピンチがバブル、チャンスを飛び越えてバブルになっちゃって、もう本気こんな状態ですね。今年いっぱいずっともつこんで毎週配信ばっかりですね。でもいないと今回の原山祭の配信できなかったですからね。そうですよね、っていう今裏側を、はい、はい、こんな方々に支えられて、原山祭がよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、お邪魔します。今ない〇〇を妄想する M8 招待招待二等辺の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、今我々がいるのは、愛知産業大学の、そうですね、原山祭のオンライン学園祭に、偉そうに言うと、招待されたと。招待されましたね。ついに M8 招待、はい、学園祭に呼ばれるって言ってもいいですよね。呼ばれたんですよね。そうですよね。呼ばれたっていう表現でいいですよね。まあ間違いない。させてくださいとはお願いしたいです、ね。そうですよね。っていうところで、はい、今、9時半からの収録の予定が、だいぶ押していると9時半からの出演ですが、現在7時半、うん、7時半で9時半だよ、うん、それも押してますよ、なので、うん、いつ帰れ
いつ帰れるのか分かりませんが、うん、とりあえず出ます。出ますと。はい、で、今、この場には、金健さん、金健のマインドインジェクションさんのメンバーが、あの、リアルメンバーが、リアルメンバーが、と今、あの、対面しましてですね、はい、挨拶を済ませましたと。で、まあ、ここでは、うん、まあ、その、チャンネルに出てる方々を、実際にお呼びして、うん、まあ、なんかライブ配信を本当はしようと思ったんですけども、あの、iPhone で、はいはい、それができるのが、1000人だと。1000人。なので、まだ我々にはその資格がない。資格がない。ちょっと今アプリは見せたんですけどね。ああ、なるほど。なのでまあ、一旦。収録で。収録で、はい。はい。あの、メンバーの方々に出ていただければなと思っておりますと。うん、はい。じゃあ一旦、誰かを呼んできますね。今。今。こうご期待、はい、ではですね、え、なんですか、どうぞここ座ってくださいよ、前をすみませんね、あ、いえいえいえ、失礼します、なんですか、コウタさんでございます、撮ってるんですか、コウタさんでございます、はい、コウタでございます、はじめましてでございます、生金犬インジェクションさんのコウタさんでございます、そうですね、はい、ちなみに、その、金犬のマインドインジェクションさんは、何を目標にしている、あ、わかんないですよね。あ、でも、発端、きっかけ、はいはい、あの、イベント、なんていうか、その、マインドインジェクションを始めるきっかけみたいな。あいつやるって言ってて、金犬が。はい。で、なんかコロナの真っ最中で、はい。そんであいつが、仕事が、激減したんですね。イベント会社の。はい。はい、で、大丈夫かみたいな話とかをしてた。はい。ですよ。そしたらいきなり YouTube 始めるって言ってて。はい。で、多分、そういう電話をした奴らが、はい。ちょっと協力して、みたいな感じで、始まった、はいはい。あ、大丈夫かって電話した人たちが、やるって言って集められた。なんかそんなことを今日言ってたんで。ああ、な、でも、ゆくゆくは、ギャラで揉めますよ。僕、いらないんですよね。手伝う感じで。仮に、100万人いたとしますか、はい、はいはい。あ、いりますね、やっぱり。ですよ。はい、そこを見越さないと。だから、我々は決めてますよ、もう。はい、あ、なんか取れちゃった。我々は、もう、あの、4、はい、ギャラが発生したときは、44だと。44。44で、2は、2は、はい、プールだと。あ、貯めるんですね。もしくは、貯めるんですか、あの、設備費。はいはいはい。で、やっていこうと。はい。で、そこは決めた方がいいですよ。はい、あ、なるほど。要は、均等割りにするのか。はい。そうすると、この時誰が出たとか。はいはい。この時。ああ、なるほど。誰が出てない。出番が多い少ないで、誰がどうとか。とか、夢を壊しますね、二人は、僕の。そういうことに不安を感じるタイプ。ああ、なるほど。だし、でも。後で揉めちゃうよと。そういうところは、決めとかないとっていうのと、はい、例えば今、じゃあ、仮に、花山祭を、うん。花じゃないから。花だから。もう二等兵は。花山祭を、まあ、ご覧になっている大学生の方々が、はいはい、この花山祭を見てね、はい、その金健さんが、いや、M8 さんがね、M8 さんがねって言っていただけるんですけども、はい、大学生から見ると、400人かな。はいはい。ああ、なるほどなるほど。あの、YouTuber が来ます。はいはい。おいおい、オンエア呼んでこんかいと。はい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 。俺らが見たいのはそんなんじゃない。あ、東海オンエアですか。そう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 。でも、大学生に伝えたいとし、うん、こととして、でも、はい、で、我々からすると、はい、なんていうんだろう、積み重ねじゃないですか。積み重ね。だからこの過程があるから、はい、その、100人の嬉しさとか、はいはいはい、400人の嬉しさも、わかるところですと。はい。でも、こんなんでも、楽しいんだよっていうこととか、はい現実と楽しさ、うん、400人でも楽しい、100人でも多分楽しいですよね、うん、そうですね、100人いったって思いませんでした、数百人いったってなりましたね、確かに、はい、なりましたよっていうところで、うん、そんなことも伝えられればなんなんて、はいはい、偉そうに思っていると思う、400人の人が
100人台呼び出してその気持ちを聞くみたいな。そうそうそう、100人嬉しかったよね、はい、はいはいはい、その気持ちわかるよ、なぜなら400人だから通った道だから、通った道だから、はいはいはい、そうですね、だいぶ前に通った道だから、うっせえな、ね、っていうところで、はい、あの気持ち、気持ちをお話しできればなと。話と関係あるんですか。あ、ごめんなさい。どっちなんだろう。もうどっちを今ずれたのは、そう、金券あ、いつもあの台本ないから、台本なんかないから、はい、YouTube を始めるにあたって、そう、僕らはいやもうそういうところを目指そうと思ってるんですね。はい、あのギャラが発生するところ。はい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 。仕事にしようと。まあどう、まあ。わかんないですけどね、そのグラデーションでそのどこまでが本業で、ただまあお金が入ってくる入り口はたくさん欲しいじゃないですか、はい、まあ、継続するためにですよ。あ、そう、これ何ですか、録音、今マイクを、マイクですか、はい、気になっちゃってごめんなさい、貧乏くさくて、いやいや未来の携帯かと思いました、ね、いや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 、マイクですか、本当はなんかピンマイクとかやるんですけどね、ないんですよね、ないです、はい、僕はあるんですよね、あ、ただそこでピンでされると一人やるとちょっとおいでで、決めてないと、はい、なるほど、で、その金家のマインドインジェクションさんのルール、なんていうんだろう、テーマ、話すテーマとかっていうのは、はい、その誰が決めてる、金家さんがもう一方的に話すこと決めて、うん、の時もあるしなんか相談受けることもあるし、で僕がやるやつは僕が決めてるんですよ、うん、あのどうでもいいんじゃない、どうでもいいんじゃない、はい、そんな感じですかね。そういうのもやっぱもう今後はあのギャラの分配とかね、はい、なんかそういうのあれですね、二等兵武士すごいな、ギャラのそういうのは、いやでもギャラ、そうですね、で考え、そうですね、言われたら考えたことはなかったですね。いやじゃないと、うん、いや言ったことしか叶わないじゃないですか。はいはい。あ、そう思う。そう思う。僕はそうなの。スピリチュアル寄りの人なので、はいはい、言ったことは叶うかもしれないけど、はい、いやどうでもインジェクションですだったらもう多分どうでもインジェクションなんですよ多分その動画たちは。はい、そうですね、うん。どうでしょう。聞いてみたいですね。そういえば僕はね、ラナだとすると楽しければいいんですよ。そうなんですよ。でもいや僕だとしたら、いや俺も作りたいと。ってならないかなと。答え決まりました。どうぞ。もしお金欲しくなったらお金欲しいって言いますわ、うん、ああなるほど。あ、金券が急にロレックスし始めたとか、そこで何で儲けたのって、なんでベンツ乗ってんのとか、はい、そんなの気になりだしたら、まあその時はその時言います。多分今のところは考えてないですね。なるほど。あれ週に何本ぐらい撮ってるんですか。2本ですかね大体。ああなるほど。で監督が編集して、そうです。なるほど。あとなかなかやっぱり自分の好きにはできないですもんね。そうです、そうです。いやいや自分が好きなこと喋って、うん、あ自分が編集してとか。でも、うん、好きなこと喋るっていうのは、はい、この前のライブ、はい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 、M八さんと出た時に僕、はい、M八さんに言ったことが、はい、すいません食べてて急に呼び出されたんですいません。あのノリですあのプロレスです。いたから呼びました。あの M8 さんに僕言ったのが、用意してきたテーマというか話すこと用意してきてて、はいはい、でそれじゃないことを言って進行を防ぐなというリアクション、はいはいはい、妨げるな、はい、でも言いたいんだっていうやつが面白いと僕言ったんですよ、はい、でも僕ら結構ああ見えても合わせようとしてたんですよみんな。そう、あなるほど。意外と、はいはい、聞こう、意外と聞こう、はい、でそこがもう良くなかったとこだなと発見したんですっていうのが、はい、例えばすっごいびっくりするようなテーマを金券が持ってきた場合、はい、すごいリアクションができると思うんですよ、はいはいはい、すごいって、はい、だけどみんな知ってるようなあの話持ってこられた場合、はい、すごいなっていうことの方がなんか反論したりすることよりも違和感があるんじゃないかってなんか跳ねそうですよねそっちの方が思った、うん、なんか最初いろいろなんかやったじゃないですか、
こういうこと喋りましょうみたいな打ち合わせをして、あ、それは金系のマインドインジェクションさんとコラボした時の話。違う違う、うちの話。はいはい。でやった時に、なんか二度目の話じゃないですか。あ、そう、そう。で我々の番組作りとしては、初めは要はちょっと振るんですね。僕今日この話しようと思ってるんですよ。でそこでこれこれはこう思いますみたいなことを言ってくるじゃないですか。そうすると。その話面白いと、はい、じゃあそれをやろうって言って2回目に行くと、はい、その話が出てこないんですよ。出てこ、あの話の流れが出てこなかったりとか、うん、あ、言うの待ってるからとか、いや僕としては、うん、そのさっき面白かったやつを言ってほしいけど、それを持ってきてほしいのになかなか言わない、うん、とかっていうのがあったから、もうだったら今日こんなこと話そうと思ってます、うん、で話し始めた時に話さなくていいですと、もう一回もう取っちゃいましょうと。そうそう、なんかこうやる前にそれって僕はこう思ってるんですよねみたいな話をすると、はいはい、これがもったいない。そう、それがもうもったいないだと、あ、めちゃくちゃわかる。どうぞ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 。めちゃくちゃわかる。ナチ、ナチさん、こんばんは。二等兵の隣に。ありがとうございます。下に座ってます。下に座るの。何、インジェクションさんのこう、こう言ってんでもないな。こうはいっぱい。こうは、そう、あっちはね、羨ましいのはね、たくさん女性がいるんですよね。あ、はい、あの、綺麗な人がね。自己紹介していただきます。はい、皆さん、こんにちは。FM 岡崎のパーソナリティなどなどしています。なっちこと、永井彩子です。よろしくお願いします。僕のとこ拍手なかったです。これがプロです。これがそうですね。この出てるきっかけは何ですか。出てるきっかけは金健さんと仕事が一緒っていうか、いつも金健さんの現場で私たちが MC で入ったりとかさせてもらっているので、うん、そのつながりで入れてもらいました。ここは今日初めて会いました。そう、高田さんは初めてなの。あ、なるほど。ね、うん。今僕は映ってなくていいです。いいの？全然いいです。ごめんなさい、私が入っちゃって。全然いいです。はい。初めて会うんですね。そうです。初めて。そう。今日の朝。ね、うん。びっくりしたね。びっくりした。生ナッチ。生ナッチと生こうちゃん。これがなんかなかなか不思議なところで、うん、あの、ズームで、なんて、うん、初めて会うんだけど、うん、急にもう親密感がたっぷりな感じがしますね。生なんで。はい。そう。なんか私ね、私も、ね、皆さんとお会いするの初めてだけど、初めてじゃないみたいな。初めてじゃないみたいな感じしますよね。そう、うん、ただ舞台に会った時びっくりしました。でかいから。私もびっくりした。背がすごい大きいの。思ってたよりでかいんですよ。190ぐらいあるんですよ。って言うと多分、あ、どんだけの方が見ていただけるかわかんないんですけど、うん、トンネルズレベルじゃないです。よくトンネルズ言うじゃないですか。でかいって、うん。でもあそこはもう178と185あるので、うんうん、そういうのレベルと比べるの好きですよね。ダウンタウンとか、この前の、今回トンネルズで。M8 は一応、なんか、奥を目指してる。なるほどね。YouTube で、うん。で、それは関係あるんですか？はい。ね、比べるのと。あ、意識、まあ、同じようなレベルのとこに行きたい。レベルと、口だけですけどね。言うのが大事。言うの大切です。言葉は大切です。そう思えばそう。そうなんです。あ、そう思えばそうじゃん。そう思えばそう。そうだね、それは。そう思えばそう。そうなんです。あ、ダメだ。俺消してる。こう言ってんを消してる。全然いいですよ、私。いや、全然何をしたの。いやだ。あ、ありがとうございます。ちなみに。あ、かぶってる。そうそうそう。申し訳ございません、はい。申し訳ございません。で、M8 招待といえば、エニアグラムの話をよくするんですけども、ここにいらっしゃる方が、あ、来た。何？揃いました。ビンゴ。ビンゴ？何？何だっけ？ほら、違う、あなたの気楽なお気楽なやつ。楽観。楽観。お気楽なやつ？楽観。言葉があるって申し訳ございません。楽観タイプ勢ぞろいでビンゴでございますと。あらま。2、7、9の楽観タイプ揃い踏み。あ、そっか、私2と7が出たので、
なかなかの。まあいいかなわかんない。そう。ご自身だとどう思われるんですか。仕事から私 MC とかやるってこう前に出てくるように見えてるんですけど、MC って実は裏方とか人を支えるとかっていう方が多かったりとかするし、その他にもこう支える方が好きだなって思ってるので、ほら。おせっかいおばちゃんって言ってたじゃないみんな、うん、そんな感じなので2の方が強いかなと思 う、 うなるほど、はい、距離が近い、あ距離が近い、あと愛されてないと何か不安になっちゃうとかっていうのが言ってたのが多分そうかなっていうの分かります。スケジュールの感じとかどうですか。例えばその生の人って、うん、なかなかスケジュールを埋められたくないなんて言うじゃないですか、ギリギリまで他に楽しいことがあるかもしれないから、分かる。その可能性を残しておきたいみたいな。そこはある。なんか誰かに誘われるかもしれないから開けとこうとかっていうところがあるかもしれないから、そうかもな。どうだろう。どうなんだろう。あと不安とかってどうなんですかね。2と7の比較。うん、7は将来に対する不安がある。から新しいものを手に入れよう。不安を解消するために新しいものを手に入れよう。うん、みたいなところで、うん、2はそんなに不安とは思ってないじゃん、うん、あでも私も案外に不安じゃないかもしれないかもしれない。多分コトさんも、うん、その不安はそんなにないんですよね。これが人と比べたことないから、はい、ただ二等兵さんを見てるとそことはかなり不安の差があると思うでも不安を感じることはあるんで、うんうん、ありますね、不安は結構、うん、不安はあるんですよ、7、まあうん、はい、6とあれば全然違う、うん、そうですね、うん、なんかまあでも7っぽいですよね。あ、でもなんか私も7っぽいと思う、うん、でもこの感じはない、この形は伊藤平さんっぽくない。思ったより声が太いなって思ったんですね。あ、こう要はタイはガッツセンターって言って、うん、8、9、1の人たちって、うん、そう、声が低い、腹から出ている声、そういうのもあるんですね。このなんか、5、6、7の人は思考センター、うん、頭で考える、ね、からなんかちょっとふわふわしてる、落ち着きがない、落ち着かない、落ち着かないで、その本能センターの人たちはもう腹にあるからどっしりしてる、うん、そうなんか声が意外にその体調と同じ感じ、そうですよ、そうですよそう、これマジですか、はい、なんでいろいろあるんですね、でもなんか2か7だってなって2だって言われると、うん、なんか感じは2の雰囲気はありますよ。本当ですか、うん、岡崎のマザーデルタですって言われてるわけよ。それがいい。いい、なんか明るくて優しそうな感じ、うん、ありがとうございます。そうですね、本当にそんな感じ。本当に、うん、やったマザーデルタでも、うん、あの心と怖い、あーどうだろうあんまり怒らないけど、あ怒るかな、怒るときどんな感じなの。喋れなくなっちゃうかもしれない。うん、なんかちなみに、あ、お姉さんです。お姉さんです、長女です。長女。あ、ごめんなさい、これこんばんネタなんですけど。あの女性の兄弟が分かるっていう。ああ、そういうネタ。そういうネタ、ごめんなさい、ちょっと急にぶっ込んでしまって。あ、どこの位置にいるか。こんばんネタ好きなんです。そうなんだ。本いっぱい読んでる。あ、ネタからそこから入ってきたんだ、こんばんネタから。あの結婚してから使うことがなかった残念、前にね、残念の時にね、お姉さんですよ、なんか、うん、あのすごい似な感じがしております。それいいこと悪いこと、いや全然いいと思う。でもなんか似がお姉さんっぽいタイプですよね。あ、そもそも今はなんか親の代わりに私が面倒を見なきゃってあなったりとか、なんか7だと兄弟がいてもなんか遊びに行っちゃいそうな感じがするんですよ。遊びに行っちゃいますよ、うん、あまりなんか面倒見ないみたいな。あ、なるほどね。小田さん弟？いや、僕長男です。ほら、男は外すんですよ
私もちょっと長男からしたかったので。あ、本当、長男です。次男か末っ子みたいな。そう。イメージは。僕と同じ末っ子気質だと思ってました。長男が末っ子っぽいじゃない。はい。長男のタイプは末っ子。まあそうですよ、ね。子供、永遠の子供。あ、そうなんだ。絶対それ言わないけど、長男違うかもしれない。あ、じゃあいいかもしれないですね。なるほどね、すごいね。すごい、うん、なんかこういうのが分かると僕らは本当はこのタイプ6って、うん、あの反応タイプじゃないです、うん、で、まず否定なんですね。まず否定、7って言ったら7はない。あ、そう、6に従うんですよね。そう、僕はまず否定なので、今回のこの原山祭も初め隊長から誘われましたってなった時に、うん、まず反対なんですよ。はい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 。あ、そこ一回反対したんですか。僕は一回、ちょっと待てと、うん、それって何かありますか。なんか、そう、いいネタ的に、あ、いいことあります。なんか、ネタ的に、ネタ的にどうだとか。僕たちが出て大丈夫ですか。そう、そういうところも、そういうところもある、ね、うん、で、あ、でも、会場に素直に、あ、今タイプ6が出ましたと一回落ち着きますって、はい、で、落ち着いてからやっぱ出ましょう、行きましょう、行きたいです。1回入れたかったら、そういえば二等兵さん、はい、エニアグラム始めて、はい、6にめちゃくちゃ引っ張られてるってことはないですか。あ、だから、あのそこにハマっているところはありますし、あの商品にしてるかもしれません。はいはい、そう、僕のキャラを、僕のキャラをあのはめて売り出してる。なんか6って気づいた瞬間不安が強くなったみたいな。でも男の子始めると、僕は嫌だと、あ、ないっていうよりも多分嫌だと思ってるんですよね。なんか日本人に一番多いって言われていて、あ、それずっと僕はないってずっと思っていたので、もう今はもうしょうがないと受け入れて売り物にしてます。6いいですよね。6いいんですよ。いや、本読むとどこの本読んでないんですよ。でも実際の人を見ると6いいですよね。その多分イメージですよ、6に対するイメージが、うん、二等兵が一番悪いイメージ一番自分なんですよね。でも2とか7とか、あ、しまった、奪還タイプに聞いてしまった自分たちのタイプをどう思っていますか。はい、2になりました、7になりました、9になりました。え、絵はないですか。絵はいっぱいありますよ。あの、超、じゃあ短所のところ、はい、を見たときに、うわぁ、ぐさーみたいになって、で、長所見ても、なんか挽回できなかったね。あ、そうですか。うん、挽回できなかった。まあ、まあ、そうだわな、みたいな感じです。そう、まあ、そうだわな。で、僕も、なんか、それこそって長所になるのかな、みたいな感じで。あ、でも、その辺は、どのタイプも一緒なんですね。僕だったら、平和を愛する人みたいな感じじゃないですか。平和を愛する人って、かっこよくないですよ。でもあの、なんか悔しいのは、それを聞いてなんか安心している自分っていうのがあ、こういうところにも出るんだなって思いました。なるほど、そっかって思いますよね。そっか、あ、ていうか、僕はあの人から言われたんです、うん、エニアグラムのセミナーみたいなのに出て、うん、あの話をしたときに7だと思うんです。7はないうん、で、あ、6って言われて、ああ、やっぱりねそれまで必死にしてるみたいな。なるほどね。嫌だったんですよ。セミナーの方って、6ってもう一発でバーンって、じゃなくて、なんか一応子供の頃どうだったとか、ああ、なるほど、20歳の頃どうだったとか、なんか年を追ってどんな人かみたいな、で、何を感じたかみたいな。で、一応ここにいらっしゃる方は皆さんそのエニアグラムの自己あの診断をされて、はい、はい、しました。あ、じゃあ何で出てくれなかったんですかね。分からなかったからいいですよ。あ、かけてくれて、いや、あの、ボスがボスがかけてくれなかったからかな。あの、見ててずっと私この中入りたいなとか、はい、私2番だし、あ、ちょっと出番だということで、はい、あ、失礼します。もう出たいなと思って、私ここに入ったら2だしな、みんなと違うなと思って。そうですか、もっと揃ったのにねえと思って。大丈夫でした。大丈夫、わからない、ね、
あ、いい、いい、あの、いいですか足が痛くなっちゃう。二藤平さんの足が。あ、僕は全然いいんです。王子さんみたいに倒してくださっているので。すみません。すみません。すみませんかね。いいですか、この。はい、どうぞ。すみません。ただまあ、あの、我々のやつっていつも何を話すかそんなに考えてない。これについて話すっていうテーマだけ。テーマだけ。はい。で今お金の話だったんですか。さっきはまずあちなみに今あのパーソナリティをやってらっしゃいます。はい、こういうのはやられない。今始めましたね。ラジオもラジオだけだとちょっともう配信が弱いので、はい、あのまあ FM 岡崎で YouTube チャンネルを持って、あのいつものラジオ生放送をずっとライブ配信したりとか、あとはあのインタビューしに行ったものを流したりとかいろいろ始めました。でもそれってあの要は水曜どうでしょうの問題でもあったんですけど。何ですか、私大好きですよ。あの水曜どうでしょうも要はあれって要はめちゃめちゃあの DVD とか売れるわけじゃないですか、はい、でもあれは全部 HTV に入るんですよね。そうですよ、うん、いやいや世知辛い世の中ね、あの 私を売っていきたいじゃないですか、うん、で金根健さんは YouTube を始めたと。でこの2人もなんかチャリンチャリンがあるといいねなんて思いながら始めて、なんかご自身も自分でなんかそのやるとか自分自身いやもう私チャリンチャリンとかも関係なくて、まあ、FM 岡崎を知ってもらえたらいいなって思ってるぐらいなので、チャリンチャリンは全然あミーっぽいですよね。と金編もちょっと、はい、あれ僕の説明が先ほどからですね、はい、結局、心配してくれる人がいて、はい、その人たちに、元気でやってるよっていう姿を、はい、なんか連絡取ってない人たちもいるじゃないですか、はいはい、住んでるそういう人に見せるっていう風で始めたっていう風でした。チャリンチャリンじゃないですね。あえての枠的に言うと、まあ、そのはそれで言いますよ、ね。言いますよ、それぐらい。それぐらいのことはね。それぐらいのことは言うけど、僕はそれで捉える。あ、そう。まず疑う。まず疑う。3だからねって。まあ言うよ。でも、落ち着く。この電車には乗らない。っていう。疑いの電車が来たけど、それにはすみません、乗りません、はい、申し訳ございませんでした。そう、エニアグラムはそうなんですよ、その、あの、とっさに、急に来た電車に乗っちゃダメだよって。いや、行動的に行動する。それは、そう、それは、本当にあなたに乗りたい電車ですかっていうのを考えましょう。だから今、僕が、金券それ嘘やろっていうのは乗りたくないでした。でした。あのなるほど。あの乗っちゃいけない乗っちゃいけない電車でした。はい。いつも乗っちゃうけど。で今回のこの原山祭も初めちょっと大将には、そうどうですかねその後、うん。我々のチャンネルを普通に撮ったらいいんじゃないでしょう。チャンネルが伸びるにはそっちの方がいいんじゃないでしょう。なんても言いながら、すいません、出ましたと。僕らそういう話してました。あの二藤平さんに、あんまりいろいろ説明しちゃうと、あの考える時間を与えてしまうと、不安になって。はいはいはい、だからあの、なるべく簡潔に、来たいぐらいの感じですね。来たい。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ボスでございます。どうも。今日の委員長でございます。委員長、そう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 。いやもうね、その何よりも何このリアル M8 招待のサイズ感がでかいことにビビったっていう。でしょ。でもさ、それを言うってことはさ、どんぐらいのサイズで見てたんだっていう感じだよね。そうだね。こんぐらいの小学生みたいなサイズで見てたみたいな感じだけど。声が大きいですね。すいませんね、毎回こんなでかい声でやってますけれども。いや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 。3ですかね。まあ3も人前で喋るときなんて。
違う、僕は失礼な話、申し訳ございません。3って僕みんなキムタクとかね、シュッとした感じ、シュッとしたね、はいはいはい、自分の3のイメージがあって、なりたい自分にめっちゃ目指してる感があるので、なりたいのって人それぞれだと思うので、はいはい、例えばキムタクさんみたいな風に目指したら、それをもう演じ切るみたいな、だからこれを今演じ切ってる、なんで元は何？キムタクを着ている、ドラマのキャラを演じ切る。どんなやつやな、俺これ。ねえ。いや、なんだか演説多い。多すぎるわ。コンテンツが。何を演じたらええの、俺これ。急にね。急にね、やっぱね。もう浮き彫りになった、今。なんか。ありましたな。今は、こっちが見えて大丈夫。あ、一応ね、今、みんなが頑張ってくれた VTR が今こう、流してるところなんで、まぁ、ちょっとだけ。息継ぎというか、なるほど、うん、でございますが、ライブ怖いね、怖いね、怖いね、怖いですよね、本当に怖いね、本当に怖い、最初ちょっと怖かったね、最初の序盤、序盤すごい、ライブに気に変わらなくて長時間こんな感じで喋れたから、もう20分のオープニング、あ、まだ機材があっても、はい、何が起こるか分かんないね、だってこのまま永遠と1時間喋ったでしょ、あれ本当にやだ、怖いよ、テンションバーッて出てたけど、そうそう、どっかブーンなってきて、横であやちゃんがブル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 なって、いや俺もどうしようみたいな、どこまで行くの、このまままた来週とか行くのかなと思って、一応その時もずっと視聴者数は出ている、そうそう、出てる、出てる、そう、なんとか、なんかね、維持したみたいな、維持したね、なんとかね、待って待ってみたいな、これが ASU の交友会の力です、まとめましたね、なんかバイブスがね、バイブスが伝わった、バイブスが伝わった、目に待ったで、やっぱりバイブスが伝わった、NG ワード言ったみたいになったら、笑いやからね、バイブス。私、大学違うんですよ。違うの。年は一緒だけど、大学違うんで。そうそうそう、同い年なんですけど。そうそう。なんか、皆さん、多分、お若い。M8 よりも。全然お若い。改めて今言われましたね。そうそうそう。でも、答えは多分見えますからね。そうそう。言ってくださいよ。言ってはないけどね。伸びました。あ、伸びた。もう伸びた以上何も言えないみたいな。ちょっと言えないとかと思って。体調を思いっきり目そらすみたいな。なんか直視しちゃいけないみたいな。同じ髪型にすればいいじゃん。僕とね。下。でもあれ V 見返してみると、コウタがズンって取った瞬間の二等兵さん別に。はなよお前何しとんねんみたいな、そう、ご迷惑かけたんだと僕のハゲが初めて人に迷惑をかけたって思いました、やっちゃったと思って、やっちゃった、そう、全然ね、僕のハゲがやりたくて やらされてあんなことしませんねっていうのも含めてね、あ、もうやらなきゃいけないんだっていうこと、僕 YouTube って本当に自分たちはそんなに段取りを決めてないので、まあ、このノリ、黙るときは黙るとか全然あるんですけど、はじめ本当に金健さんがこれ喋って、こう言ってるこれ喋って、で、すいませんね、どうも、すいませんね、ちょっと出番で行ってきますので、いや、いいな、なんかよろしく、はい、悪口いっぱい言わないでくださいね、いや、本当はしたかったんですけど、ね、はい、できなかったので、いいですか、すみません、あ、どうぞどうぞ、すごいし、いいの、オーナー、すみません、お疲れ、おすすめ、キリモのであとは何をしゃべるかですね、今何やるか、これ普通にもうドンってあげちゃうかですね、あー、やっちゃいますか、ポンと、まあ、間だけカクカクって切って原山さんに来たぞみたいな来たぞ、あ、来た、来たぞ、否定をしたが来たぞみたいな、なんかチャプターとかつけれるといいですけどねYouTube も、すごい、ちょっと一回
考えますね。あ、ご趣味は私なんかコンパかなんかにお見合いに来た感じかな。あの、違うんですよ、その今マイブームとか何かあります？マイブームか、そうか、最近見た何かそのコンテンツ、なんかいっぱいありすぎて何っていう。あ、ちなみに私あのマイブームっていうか趣味、ご趣味はって言われたので、はい、ダンスを踊ることが高校2年生からずっとやってるんです。今もやってるんですが、今実は私足を負傷しておりまして。あ、本当だあのアキレス腱切ったんですよ、ダンスしてて1ヶ月前に。なるほど。これ出る予定だったとか。あ、出る予定じゃなかった、全然違うダンスで、うん、あのハウスっていうジャンルのダンスを踊ってるんですけど、足を使ってたらドスンっていって、なんか人にバシッて切られた音がして、なんか魂して当たったかなと思ったら私の音だって。そう、最近本当今聞こうと思ったんですけど、うん、よく音がするっていうじゃないですか、うん、するんですね。バップ音っていうらしいですよあれ。そう、ポキとかパチじゃなくて、そうバーンと音がしますから、人に蹴られる音。あのほらよくさ、ビンタじゃなくて、ほら、あの格闘技で人を蹴る音するの、あれです、あれがここで聞こえます。人にも、じゃ周りにも聞こえるんですかね。周りは多分聞こえてないと思う。あ、じゃあ気持ちですかね、それは。気持ちと振動感みたいな。あ、でも本当に自分で切れるときバンって、なんかね、アキレス腱って1トンの力がかからないと切れないんですって。で、私今38歳、言っちゃっていいですか、私全然言っていいんですけど、38歳なんですけど、あの38歳で若いらしいです、アキレス腱切れるには。絶対切れない年みたいな感じがあって、大体50歳前後で切れやすくなるんですけど、はい、なんか病院行った時も嘘だーって肉離れでしょって言ったら、うん、エコー取ったら、あー綺麗に切れてるねって言われてすごい褒められましたちょっと激しかった、ダンスが激しかった。まあ結構足を使うダンスで、そこまで激しく、ちょっと気合い入れすぎちゃったかなっていうところって。でも準備運動は別にされていた、されたんだけど足りなかったかもしれないですね、ちょっと、うん、うん、足りなかったかなって感じ、うん、そうなんです。そう、ダンスは趣味で、趣味のダンスで足をアキレス腱切るです。こんな感じですかこんな感じのノリです。分からない、うん、でもまあ全然上げさせてもらいますね。いいんですか、すいません、ありがとうございます、すいません、落としどころがまあ僕はもう本当46歳なんで。あ、そうなんですか、はい、見えない、もう分かんない年。もうこの辺まで来るとね、みんな同い年ですよってお前が言うなんですよね一番おっちゃんが言うなんですよね。いや、子供のね成長は早いけど、うん、大人になるともう分かんないじゃないですか。分かんない、分かんない。その誕生日が来た時に、あ、今年何歳、今年何歳って誕生日が来た瞬間に、何歳だっけ、あ、そうそうってなりますよね。時々年聞かれて、そう、今年何歳って44なんで、5なんで、そうそうそう、なりますよね。だから私は32から123が分かんなくて、34になった時に、あ、35になる、やばいってなって、何も起こらず35を過ぎました。で36、7、8までなんか年齢が分かんなくて、で多分来年39になります、やべえ、あらぼうだ、やばい、40なんてなった時にはってなると思うので、今年は分からない。そう、ちょっと前まで私アラサーだと思ってたんですよ。あ、アラフォーだったわって私気づいてなるほどそんな感じですよ。ちなみに岡崎のコミュニティ FM で、はい、番組ずっとやってる。そう、あの番組は音楽番組と、まあ、地域の音源を探すっていうのはちょっとローカルな番組にも持ってるんですけれども、それずっと12年ぐらいやらさせていただいています。で YouTube でもそれがUstream、 YouTube で、あの私ね収録番組なので音楽番組の方は見れますが、あの収録番組は見れないので、はい、ではどんなこと話してるんですか。音楽番組だと、まあ、愛知県で岡崎市から、まあ、岡崎市、三河、名古屋、まあ、その周りで働く、音楽活動されてる方のに電話とか来てもらってお話ししていただいてご紹介するという番組、はいはいはい、でもう一つの番組は岡崎市の歴史だったりとかいろんなものを紐解いていくっていう、そんな番組を2本持ってます。これがプロですよ、これがプロです、これがプロですよ。どういうことですか。そう、これがえ、どうなんですか、滑舌とかね、そうそうそう、
一個も噛まない。一個も噛まない。いや、噛みます。噛みまくりますからね、いつも。パッと振ってパッと答えられる。答えられる。いや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 、今日すげえなと思って。厳しいの大野純子先生がいらっしゃいますから、そうですね。純子先生も、出てきた瞬間に、あ、プロ呼んだんだ。そう、もうでしょ。再生した瞬間、あ、プロだ。プロです、プロですね。私、MC もやりますけど、純子さんの MC とちょっと違うので、そう、ラジオのノリだとこういう感じでずっと喋れるんですよ。違う、やっぱセレモニーって感じ、しっかりした、もう安心してイベント任せますみたいな。なるほど。あの結婚式の、結婚式の私二次会みたいな感じのイメージかな、なんかイメージ的には。じゃあ三次会ですか。三次会脱いちゃいましょうかって感じかな。なるほど。すいません、ちょっと沈黙もあったりします。いいですよ、申し訳ございません。私ね、まだ1時間で。我々はどれぐらいあるかも分からない。同じラインです。1時間後に出てきます。あ、そうなんですね。そうです。うん、なんかフリートークでって言われただけで。もういいよ、この感じですよ。フリートークしたらいいんだ。そうそう。そうそう。さっきの一番初め一緒に出るやつは、来てるんだっていうのを出さなくちゃいけないので、やばい、来たみたいな感じで、私が。そう、すげーって盛り上がる感じ。ちょっとそうですね、大丈夫ですよ、安心してください、まあ、チャンネル伸びるかなって今大丈夫な自分の画面飲水が頭にきましたね今、はい、そうですね、なかなかね。いや、なんかそのさっきも話した、もういいや、この話は。なんですか。いや、そのいや大学生が主に見てます。で、我々のチャンネルはその25から始まって、まあ、35、45の辺が一番多い。それって何、こう自分に迷っちゃうっていう人が多いってことのか、まあ、話し手がこの年だからなのか、話してるテーマが主にそのエニアグラムっていう、多分大学生が合わないもん。大学生ほど私はなんかエニアグラムやったらどうかなと思うことはありますけど、まあ、それはそうですね。やっぱりそうですよね。あんまり興味がないのかな。まあ、エニアグラムで検索することがなかなかないですよね。多分知ったらやりたいかもしれないね。なので、でもそのやたらその金健さんとか、うん、僕が感じている空気は、その M8 さんがね、来てくれたんですよ、うん、っていうノリが、うん、違うと。ね、学生さんたちは誰やこいつが、そうっていう、そのギャップが困ると、うん、違うっていう思いがあるので、困ったなって今。じゃあそこの間は私が埋めます。ずっと思ってます。説明すればいいんじゃない？ MC が。MC が。MC がそこをちゃんと埋めますよ。なるほど。そう、あの見てるあなたにいいことありますよっていうの。ただあと、うん、その大学生の方々には現実こんなもんよ、うん、1年素人が頑張っても400人だと、うん、450人。すごくないですか。あ、そうで、うん、やり始めるとその大変だよって、うん、よくなんかその芸能人のやつを見てると、うん、いやもうなんかあげたけどね、うん、あの1万人しかいかへんわ、誰も見てくれへんとか、うん、弱小とか言って1万人とか言って、うん、いやいや、で多分見てる人もそれ見ると、あ、タカチャンネルズが上げた瞬間に100万人いたと、うん、あ、1万人って大したことないんだなっていうノリで見られると、いや違うんだよと1万人はすごいんだよ、そうそう、1万人とか3000人とかすごいんだよっていうのと、いや400人でも面白みはあるよとっていう、あ、せっちゃんが今来たけどね、うん、っていうのが分かってもらえると、なんか今大学って大変じゃないですか。すごい大変ですよね。なんか私たちが行ってた時の大学に比べたら、そうそう、今もう来てないんですよね、大学に。さっきあの話聞いたんですけど、半々の授業、うんうん、あの Zoom の授業もあるし、あのやっぱりこう会って対面でやらなくちゃいけない授業もあるので、そういった場合は、午前の部、午後の部って生徒を分けて人数を減らしてやると。だ先生は2回同じ授業やらなくちゃいけない。先生も大変。先生が大変で、まず生徒さんが先生を心配してた。ここの子たちは偉い優しい優しい生徒、うん、僕だったら出た学費
学費同じですかと、で言っちゃいそうだけど、それを言わずに先生がねっていう、この愛知産業大学の学生は素晴らしい、すごいと思いました。私も金じゃないんですよ、いいとこで、僕はもうどうずっとお金の話をここでしているやらしいですね、申し訳ないです。お金も大事だよ、うん、お金大事だもの、お金がなかったら生きていけないもの、だけれども、あ、じゃあ YouTube を今それだけでやってますかって聞かれると、うん、まあそうではないよなっていうのも思っているので、うん、なんかこういうのもね、うん、やってなかったらこれって発生してないですからね、そう、この状況、そう、この出会いはなかった、本当ですよ、本当に僕は浩太さんにはとか金健さんには、うん、じゃあのかなり感謝している、うんうん、あのこうやってやってくれてるのでこのそう最初に否定から入るけど入るけど、すごい本当は感謝している、うん、あの本人の前では絶対言わないけどすごい気合ってるね、初め一応そういうあの流れがそうでしょ、いつもそうプロレスなんだね、そうプロレスなんで、すっごい面白いもんね、見てて、この前、ね、出た時のやつ、でこれからの、で我々はあのライブ配信もやっていければいいかなって、うん、今はライブ配信はやってない、何回かやった、そう、月に1回ぐらいずつ、うん、でもね、楽しいなと、うん、楽しい、ライブ配信、まあ今もライブ配信ですけど、コメントが上がってくるとすごい乗りますよね、で、はい、相手の方とかもコメントから引っ張って話がどんどん盛り上がってくるので、そこ楽しいですよね、うん、このね、見てくれてる人が二等辺のフォローしたりするんですよ大丈夫ですとか僕なんてみたいなことを言うと、みんながフォローしてくれるみたいな、新たな楽しみというか、そうだから、ね、あのやるといいよって思ってます、うんうん、すいません、お邪魔します、ごめん、あやちゃんごめん、はい、ここさ、ここに台本追加したくて、台本追加、はい、金健のマインドリスクのオープニングスが、林君はい、ナビゾーさん、わかりました、はい、了解です、お願いします、大丈夫です、はい、お仕事が発生した、はい、大丈夫です、振ればいいだけなので私楽観ですこれ。で多分ね、あのじゅんちゃんと MC やってるけど、じゅんちゃんすっごい細かくバーって書いてあって、私もやるんですよ。ちょっと違う。私楽観的すぎて2だから。ノリでって。ノリで上がりましたって言ってやっちゃうのがいけないかな。楽観的。まあ楽観の特徴ですよね。ね。まあなんとかなる。なんとかなるって。そう、今日はじゅんちゃんも初めて会ってるんですけど、あ、こういうタイプ、さすがだなっていうか。タイプなんだろうって思いながらお話しさせてもらって、そう、だからあとちょこちょこカメラが気になるんですよね、撮れてますね、高いのはペコペコになってますよ、うん、全然見えない、うん、あーなんか感無量ですね、はい、感無量です、私もなんで入れてくれなかったんだろう、あそこの、ね、なんでいなかったの、なんでいなかったのか、はい、最近出てないから出たかったんだよね、どういうふうにお呼ばれするんですか、金健が全部決める、金健から電話かかってきて、あやちゃん空いてるって言われて、うんって言って、じゃあ土曜日って、土曜日あの収録の日が、はい、ついつい何時か了解っていう感じで、はい、で1日前かなぐらいにテーマが決まってくるから、うん、テーマについてこういうふうに考えておいてねって言われるので、はい、私だからこう出られる方とかあのテーマを一応聞いてちょっとバーッて調べて準備して出るみたいな感じです、うん、今やっぱりこれ編集してあげなきゃなって今ちょっともう今全然いいよ、先のことが今もう6出ちゃう先のことはどうやっていけばいいだろうって今ずっとグループ考えてやりながらあっち考えてるんですよ、 あとこの今撮ってるやつもね、そうですね、そういう感じがしましたこの話に乗ってないなって、ね、違う、今そうだね、あ確かにやっぱこういうところはありますよね、あの今ここを大切にしてない、そう今ここを考えてるみたいな、はい、今
今を大切にしよう。そうですよね。本当そう。本当それ。本当それ。本当それ。面白い。序実に出るね。なんか出る。ね、すごい序実。出る。出ます。今次の展開考えてるみたいな。うん、そうそう、すごいわかる。あの MC やってるとその人とこう話してるとどう考えてるのかなっていうのを探りながら喋るので。すごい考えてるから、私次どうやって出てあげようかなとかっていうのをすごい考えてた。しかも見た目ですごい分かる。見た目。そういえばもう周りが気になり始めてる。なんであんなにいっぱい人がいるんだろうみたいな。基本やっぱアウェーなんでね。そうね。周りの空気なんで。間違いように、間違いないようにしてる。踊りそうな人じゃないかって言ってましたね。なんか今回は、大きなテーマがチャレンジということで、はい、いろんなチャレンジをしているみたいなんですけど、お二人が今チャレンジしていることは何ですか？僕リアルな話をすると、うん、銀行融資ですよね。まあ、リアルに、リアルで言うと、そう、四六時中それを考えて、事業計画どうやって出したらいいかみたいな。ああ、なるほど。あ、こんなこと書いたらもっといいんじゃないかみたいな。書いては作り直してみたいな。ずっとやって。リアルなチャレンジです。リアル、リアルなチャレンジ。いつ決まるんですか？まだ分からないんです。ああ、もう近々。来月の、あ、もう来月から。明日。18日ぐらい。今どういう質問でしたっけ？今何にチャレンジしてるの？もうあの、すごいいっぱい考えすぎなんだよきっと。YouTube、うん、YouTube、YouTube にチャレンジしてる。はい。そう。どのくらい前から始められたんですか？去年の5月。去年の5月。だからまああの素人でも1年頑張れば、うん、1年半ぐらい。頑張れば多分500人はいける。500人、うん、はいけた。去年の今ぐらいのデータを見たら25人だったんですよ。あ、そうなんだ。なるほど、なるほど。すごいね、それが。そうそうそう。増えて、増えて、増えて。で、岡田斗司夫的に、岡田斗司夫さん的に伸びた企画。ぴょんって、それをやるといいって言っていて、うん、今はエニアグラムっていう、うん、柱が1本あるんですけど、2本目がないんですよ、今。あ、もうそう、2本目を作りたい。要は、江川はいるんですけど、西本とか佐田岡がいないんですよ。わかるかな、わかるかな。あ、中日で行った方がいいですかね、地元的には。そうですね、中日の方がいいです。高橋はいるんですよ、今。はい。あの、他のピッチャーがいない。チェンがいない。チェン、前だ。古い、古い、古い。めっちゃ前だ。チェン大切。チェン大切。チェンがいないから作らねばと。で、いろいろやってる人はね、なかなか。なかなかないんですよ。エニアグラムいない。でも、そうだな。今のこうご時世を考えると、エニアグラムはやっぱりすごい、あの、最近、まあ、こういうちょっと世の中になってきたので、まあ、どこしたらいいんだろう、自分どうしたらいいんだろうって人増えてるから、占いとかがすごいグッとこう上がって、実は私もあの占いみたいちょっと鑑定みたいなことをしてて、あ、できるんですね。はいはい、はい、何で？あのね、誕生日を教えていただいて、いろいろ計算しますと、数比みたいな感じで3つの数字が出てきて、その3つの数字を、まあ、時計60進法の時計の中でこう結ぶと三角形ができるんですね。その三角形の形を見て、今自分がもともと自分が持っているなんていうのかな、生まれ持った個性だったりとかの能力だったりっていうのを見ていけるっていう。だからこういうふうになっているから、あなたはこっちに進んだ方が楽に生きていけますよとか、あと相手の三角形と見て、なんかこの人と対峙してるけど、なんでなんか仲良くできないのかなっていうのは、あ、こういう流れがあるから、なんかこうこういうふうに例えば間に人を入れるといいですよとかっていうようなものが見れるんです。それはオリジナルですか？あ、先生がいます。ちなみにその名前、はい、あ、その例えばそのなんとか式と運命鑑定ですかね、コズミック鑑定っていうんですけど、コズミック鑑定、はい、コズミック鑑定って言って、まだやってる、まあ、でもね、
これも例えばゲッターズさんとかいろいろ有名な方で、はい、あれみんな混ぜて皆さんやってらっしゃるので、はい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 、何っていうわけでもないんですけど大体そのあのね、ウシとラウとか そうですね、そういうのを混ぜていって中国のその数字とかをわーって合わせるとみんな同じです。あのゲッターズさんと細木さんって要は分け方一緒じゃないですか。一緒ですよ。ほぼ、うん、あの6個あって、うん、プラスマイナスがあってみたいな。 それも一緒なので。ああなるほど。みんな一緒です。その出し方が違ったりとかするだけなので、うんうん、そういうのとかだからその自分って何だろうっていうのを何かこうパッてこう言ってあげれるような何かがあるといいのかもしれない、うん、役に立つ、うん、それが、ね、エニグラムだ。もう一個何そのあるそういうやつそういうやつあるなんだろう。でもなんかこう今の話を聞いて面白いですよね。そうあこう何何いや何違う今の話を聞いていて、うん、そうだこのチャンネルの題名が決まったって今何そうなんだよ。あの原山祭の裏側でいいじゃん原山祭の裏側っていうチャンネルで上げれるだったら編集いらないじゃん、うん、で原山祭に出てた人を呼んでますっていうやつだったら出せる、うん、来て、お全然呼べるじゃんって今、うん、ごめんなさい。おめでとうございます。すごいね占いとは人の話を聞いてなかったですね今聞いてましたよ。聞いてるって聞いてない、うん、アイデアが浮かんでね私の話でね。そう、そうね。アハ体験、アハ体験、よかった。ちょっとよかったです。今裏側です。裏側です。花山祭のそうこんなやつ出てます。出演者をお呼びしてここで、はい、あのいろいろ M8 招待が聞いております。はい、いっぱいいる。愛知産業大学の皆さんお元気でしょうかM8 招待です。これでも M8 で流すから M8 の人が見る。あとはもう金健さんのところにちょっとこれリンクしておいてください。だいたい誰か私が出れば出たよって、はい、ね、あの言えるので。なるほど。事務所出たらそれだけ広がりますから。なるほど。はい、よし使ってくださいよこれで今、うん、出演者を呼んで、うん、あと大学生も呼べるんですよ。だとするそうですよ。そこら辺に見てる人見てるとちょ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 そうそうそういっぱいいるじゃないですか。そうで今あの子たちを見てくれてて、うん、興味を持ってくれてるんだなと思いながら、うん、どうしようってずっと考えてたんですけど、うん、ずっとあっち見てます、うん、そうそうそう違う違う。そう あとはごめんなさい、うん、話が大きくなってくると、うん、声が大きくなってくると、うん、拾ってないかなってそういうところが気になった気になってしまった。東映さんすごいね、いろんなとこ気になっちゃって疲れちゃうね。で、うん、ことの本質を聞いてないってい う, そ う, そ う, そうっていう問題があるそう。なんかこうそういった衝動には乗っかるな。電車乗るね。電車乗るな。繋がってきますねこれね、うん、伏線回収まですごい映画にしたらすごいかもしれない。伏線回収まですっきりした。うん、これで呼べます、うん、あとマネージャーも呼べるんですよ。マネージャー、さっき来た 人も板倉さん、板倉さんって言いますね。板倉さん、マネージャーとしか来てないね。あ、マネージャー板倉さん、多分タイプロックで金券にずっと真摯に付き合ってる、尽くしているマネージャー、うん、あーそうですね、大変だと思うっていう話をコウタさんがしていて。そうそうそう、意外にラッペかだと思うよ。あ、そうなんですか。一緒に仕事をしてたこともあったので、うん、あ、金券さんの同じ会社の人、うん、元ね、元か、うん、そうそうみんないろいろつながりがあってきてるので、そうそう私もそのつながりで一緒に仕事をしているとすごいしっかりしてるけどたまに楽天かっこいいとこあるからなと思いながら、はい、しっかりしてますね。でもね、なんか安心します。ちょっと今一安心です今どうしようどうしようって今ずっと感じながらテーマを考えて考えてこの動画のテーマをずっと考えていた。よかったです。すいません、ありがとうございます。ということで今日は、FM 岡崎のナッチを、ナッチだよ、ナッチナッチだよ、ナッチだよ、ナッチだよ、本当に申し訳ないです。あの出ます今、あ、今体に入ったので前の方に行ってたので、うん、あとさんも1時間ぐらいかな、うん、ちょうど時間ぐらいだ、9時半、はい、すいません。で出ますあ、一緒に行ってますね。そうです、1時間後ぐらいに。はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。一回切った方がいいですか。いや、今
次はバッテリーがあって。あ、そうね。あれバッテリー大変だもんね。バッテリーが大変だって思いながら。じゃあ一旦ここで。ナッチだお。ナッチだお。ナッチだお。こんなでいいですか？わからないです。いろんな人が出てきて。そう、あと面白い。特会控え、あと大学生とか。そう、大学生来ると面白い。来ると面白いですね。大学生広めてくれますよ、ボンボン。そう、きっと。それを今若い子たち。そうそう、力を変えた方がいいし。ありがとうございます。すみませんでした。いいえ、こちらこそ。